はい、どうも、石原です。今回の動画の内容はこちらです。iPhone 14、14 Pro バッテリー持ちを長持ちさせる画面設定5000プラス1最強モードという内容の情報をご紹介していきます。iPhone をより楽しみたい方はどうぞ動画の方を最後までご視聴ください。また、Twitter の方では iPhone の最新情報、Apple のリーク情報も含めつつ、僕のね、ガジェット情報なんか発信していますので、ぜひテック好き石原さんの Twitter の方もフォローよろしくお願いいたします。ということで、早速やっていきましょう。いやいや、やっぱりね、なんだかんだ言って iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max 電池持ち良くなったとはいえ、やっぱり長く持った方がね、使いやすいと思います。はい。そこで今回はね、バッテリーを長持ちさせる方法を皆さんにご紹介していくんですけど、まずはね、もういきなりですけど、最強モードをまず お伝えします。多分知ってる人は知ってるんですけど、知らない人はまだまだいそうなんで、この動画で初めて知った人、改めて知ってる人は、どんどんみんなに発信してください。もうバッテリー持ちを最強に長持ちさせるモードが一つあります。プラス1というかね、もうたった一つあります。それが、低電力モードでございます。これはバッテリーの設定の部分もあるんですけども、はい。バッテリー残量、オンオフの、項目がありますけども、その下に低電力モードというものがね、あります。この低電力モードでは iPhone をね、十分に充電できるまでダウンロードとかメールの受信なんかのバックグラウンドの動作を一時的に抑えることができるので、何かしらバックグラウンドでやられてたら、どんどん電池は減っていきますけども、バックグラウンドの動作を一時停止できるので、低電力モード、このね、右上が、ちょっと黄色くなるんですね。バッテリーマークが、アイコンが。うん。ここが黄色い状態の時は低電力モードで、もう最強にバッテリー持ち、長持ちも、もうバックグラウンドの再生もないし、もうダウンロードもないし、完全にね、バックグラウンド一時停止できるので、バッテリー持ちをめっちゃ長くしたい人は、基本的にこのモードで使えばバッテリーの電池持ちは長持ちすると思います。あとは特にね、あと 20% だとか、あと 30% だってちょっとバッテリーにがちょっと心もとない時はもうこのね、電力モードをオンにしておくとバッテリー長持ちしますので、この最強モード、これだけはね、もうね、絶対何かないですかって言ったら電力も、低電力モードをやってみましょうって、もうこれがもう最強です。でも、とはいえね、他に細々ちょっと設定したいじゃないですか。低電力モードをオンにしなくても、はい、電池持ち長くしたいと思います。そこでね、今回ね、残り5つ皆さんにご紹介していきたいと思うんですけども、まずね、これね、過去の動画でも皆さんにお伝えしたと思うんですけど、iPhone を、はい、下向きにする。はい、iPhone を下向きにして、まあ、机とかテーブルとかね、まあ、膝の上はちょっと微妙、まあ、この辺が隠れる状態を作る。これだけでね、画面が下を向くだけで iPhone が自動ロックかかってブラックアウトになりますので、まあ、常時オンモードを使っている方でも完全にブラックアウトすることができるので、電力の消費、例えば通知とか、いろんなものがね、こうで、ロック画面で確認できると思うんですけども、はい、ブラックアウト状態なので、そういう通知も表示されないので、余計なね、バッテリー消費が抑えられることができます。そして外観のモードなんですけど、僕はもう基本的にこれはもうマストかなと思っているんですけど、画面の明るさっていうものを、画面表示と明るさっていう項目があるんですけども、このようにね、今皆さんにご紹介しますけど、今ね、この画面表示と明るさっていうアイコンがここにね、アイコンというか項目、設定画面があると思うんですけど、これはね、ここです。設定の画面表示と明るさ。ここで、ライト。はい。ダークにすると、色が変わったと思います。ライトの場合は白。背景がね。で、ダークの場合はブラックになりました。で、基本的に電池というかディスプレイの消費電力を抑えるカラーがあるんですけど、これがブラックなんですよ。黒っていうのは節電効果があるので、背景がめちゃめちゃ白で、もうめっちゃなんか背景が、例えば真っ白だった壁紙とかも。壁紙とかが真っ白な場合は、それだけディスプレイのね、表示する光が多いので、やっぱりバッテリー消費が高くなってしまう。なので、基本的にはダークモードにしておいて、で、壁紙もダークなものを使うと、節電効果になりますので、その辺もね、皆さんもぜひ、ね、トライしてみてください。ちょっと明るめの壁紙とか、背景をライトにしてる場合は、背景をダークにして壁紙もちょっとブラック系というかちょっとダークな感じのものにすると節電効果につながります。そしてナイトシフトとかトゥルートーンっていうものを使っている方多いと思います。これも画面表示の
ところにあるんですけど、はい。トゥルートーン、ナイトシフト、僕は基本的にオンにしてます。けれども、このトゥルートーンとかナイトシフトをそもそも使わない方が節電効果生まれます。まあ、ブルーライトとかその暖色系とか色をこう調整するので、ね、その場に状況に応じて色を調整してくれるので、それだけやっぱバッテリー消耗も激しくな、まあ、激しくというかバッテリーを消費してしまうので、こういうモードにしないってことはね、必要かなと思います。ただね、目とかに、そのやっぱ夜間とか、そのトゥルートーンとかナイトシフトは、目に優しいモードだから、これをオフにしちゃうとちょっと目とか環境には悪いかなっていうことはあるので、まあ、基本はオンがいいんですけど、もうできるだけバッテリー消費を抑えたい方はこちらもね、オフにしておくといいかなと思います。そして、これはね、本末転倒の話にはなってきます。はい、iPhone 14 Pro Pro Max の最大の売りのポイント、まあ、これ13 Pro Max とか、13 Pro も同じことが言えるんですけど、120Hz のプロモーションディスプレイですよね、やっぱり。うん。このサクサクヌルヌル。うん。これは強みの一つだと思います。ただ、これやっぱ 120Hz よりも 60Hz に落とした方が、そうなんですよ。節電効果あります。やはり。リフレッシュレートが高いと、やっぱそれだけバッテリーの消費、まあ、ディスプレイをこう使うので、消費してしまう。だからもうそもそもの話なんですけど、これアクセシビリティのところから、動作というところをタップしてもらうと、フレーム制限というところがあります。今ね、見えてる通り。ここをオンにすると、なんと、120Hz が 60Hz が最大になります。もう固定って言ったらあれなんですけど、120Hz まで上がらずにずっと 60Hz で行きますので、ディスプレイのね、電力消費には役立つと思いますので、120Hz 別に気にならないかなと思う方はオフでいいんですけど、今ね、ちょっとパッとね、そのリフレッシュレートの 120Hz にしたバージョンと 60Hz のバージョンでスワイプ操作を今ここでね、ちょっと見てほしいんですけど、今、オフの状態だから 120Hz が出ます。はい。どうですか？はい、今 120Hz のディスプレイ。ちょっとスローモーションとか入れてみようかな。これ 120Hz ね。けども、フレームレートを制限します。60Hz に。制限します。すると、はい。わかります？ちょっとザラッとしてるっていうか、ちょっとカクカクっとしてますよね。はい、これが 120Hz。はい、120Hz。はい。で、60Hz。はい。ちょっと、ブラブラッとなんかこう、バラバラッとしてます。はい、120Hz。スッ。60Hz。バラバラッ。まあ、この違い。この違いがあります。まあ、パッと見そこまでわからないかもしれないし、実際にこの動画を見ている人はあんまりわかりにくいかもしれない。でも、実際に違います。肉眼で見るとやっぱり違う。なので僕はね、オンにしている状態なんですけど、バッテリーを節約するためにはここもオフにすると節約につながります。そして、こちらもね、iPhone 14 Pro と Pro Max のもう最大の売りポイント、ジョージオンディスプレイ。ね、以前はジョージオンディスプレイについてのね、8つのパターンが解説しました。ジョージオンディスプレイにしていたとしても、オフに、自動でオフにしてくれる賢いディスプレイですよっていうことをお伝えした動画を投稿したと思うんですけども、そもそももうジョージオンディスプレイはもうオフにしようと。節電。もう電力消費を抑えるならもうオフにしておけばもうこれはもう、うん、もう本末転倒ですよ。もちろん。iPhone 14 Pro Max Pro の機能を最大限使いたいなら、これはもうオンにしておくことが一番望ましいんだけど、それよりもバッテリーの電池持ちだよっていう方はね、常時点灯モードのオフを行ってください。これはやっぱり画面表示と明るさのところにあるんですけど、はい。常にオンっていうモードがあります。はい。この常にオンをオフにするとジョージオンモードじゃなくなります。はい。これを常にオフにしておくとジョージオンモードはオフになります。これを常にオンにしておくとオンになりますから、オフにしておくと節電効果につながるということになっております。このように iPhone 14 Pro、Pro Max だけの特別な機能みたいなものをまあオフにしていくと節電効果にな、まあバッテリーが長持ちします。で、冒頭でご紹介した低電力モードをもう使っちゃえば最強モードですね。いろんなものの、まあ、その節約ができるので、これをオフにしておくことでね、
まあ実力は発揮できないけど、まあ割と長、電池持ちは長持ちするので、まあこれをオンにしておく。もう常にオンにしててもいいかもしれない。あんまりこう頻繁に iPhone を触ったり、なんか使わない方は常にオンにしておくとバッテリーの持ち長くなる。でもそれじゃあちょっとね、なんか通知来てほしいし、いろんなバックグラウンドで動作してほしいなら、今回紹介した5つの設定を見直してみると、バッテリーの電池長持ちすると思いますので、ぜひ皆さんのお手元の iPhone 14 Pro、14 Pro Max でお試しください。はい。ということで、今回も最新の iPhone の情報とか Apple の情報をお届けさせていただきました。まあ、このチャンネルとは別に、テック付き石屋さんでは LINE 公式もやっております。LINE 公式の方では iPhone の使い方とか裏技、プレゼントキャンペーンなんかいろいろやってますので、ぜひ概要欄の URL よりテック付き石屋さんの LINE 公式友達追加も忘れずによろしくお願いいたします。はい。ということで、最後まで動画の方ご視聴ありがとうございました。はい。ではまた次回の動画で。